の開拓者として、え、あの中国が負けた、やべえってなったわけですよ。結構技術とかすごいみたいだけど、なかなかよろしくないところもあるようじゃのうみたいな。はい、どうもこんにちは、ここ未来チャンネルのしゅんすけです。今日は日本思想の第8項、幕末の思想についてやっていきたいと思います。もう幕末、いろいろね、もう大河ドラマとかそういうものにもなったりするところなんですけれども、まあ時代はね、鎖国ですよ。ウルトラ鎖国時代、ウルトラ鎖国でもう日本の人たちはもう本当に全然外出ていったりはしないと。なんですけれども、別にね、他国の情報が、まあ、一切入らなかったわけではないんですよ。一切入らなかったわけじゃない、この先っちょ長崎の出島とかで一応オランダとかとね貿易したりしてるので、こう西洋の思想みたいなのというか、そう西洋の学問みたいなものはちょこちょこ入ってきたわけですよ。それで別にね、こうやって勉強していくことはできたわけです。そうするとですね、あれなんか西洋すごくねみたいになるわけですよ。西洋すげえな、なんかあれみたいな、ちょっと不安になってくるわけです。でその時にですね、またある事件が起きて、こう森村号事件っていうやつが起きるんですね。ここら辺で、まあなんか、あの船が現れるわけです。イギリスの船が現れて、そんで、あれっつって。で、幕府はちょっとびっくりして、それを打ち払え、みたいな、そういう風な事件があったんですよ。砲撃してしまえと、イギリスの船を。で、それに関しても、ちょっと大丈夫みたいな、そんなことやったらイギリスやばいよ、つって。だいぶ西洋やばいらしいよ、っていうことが分かってるので、この勉強してる頭の人たちっていうのは、ちょっとやめた方がいいんじゃないつって。鎖国、そもそもこれ、やめない、鎖国ちょっと怖いよ、みたいな風に言う人たちも出てくると。で、あとはですね、このこっちの方で清っていう、まあ、中国ですね、中国があるわけなんですけど、この中国がアヘン戦争でイギリスにボコされるっていう事件があったんですよ。めちゃくちゃボコボコにされちゃったんですね。それでめちゃくちゃ衝撃なわけですよ。だって清って言ったら当時も超大国、世界最強だと思ってたのに、もう普通に負けちゃったわけですよ。あれ、俺らが思ってるより西洋やばくねってあったわけですよ。西洋やべえ、やばい、もうこんな鎖国なんかしてる場合じゃないよって言って、積極的にそっちの情報とか技術とか取り入れていかないと、もうこのまま日本は終わってしまうって、鎖国やめろ、開国だーっていう風な、そういう風な思想も出てくるんですよ。そのうち、こう尊王攘夷論っていうのが展開してくるんですよ。天皇をもう最高だと、天皇が最強で、それに我々っていうのが従っていくという状態、そういう風にしましょうっつって、でそれで外国人っていうのを排斥していこうみたいな風になるんですね。外国人はもういい。でもそれは無理だって分かったわけですよ。芸能人じゃない、外国人排斥は無理、そんなの現実的に難しいということになったので、まあじゃあそんなこと言ったら、とりあえずこの無能な幕府をぶっ倒して天皇中心の政治をしようじゃないかと。まあ別に当時ね、権力握ってたのは幕府なんで、天皇こっちに従って生きていこうぜということで、もうこれね、幕府ぶっ倒そうぜっていう話になっていくわけですね。じゃあというわけで具体的に一人一人見ていきましょう。それじゃあ早速見ていきましょう。まず洋楽ですね。この洋楽、洋楽っていうのはこれ音楽的なことじゃなくて学問のことですね。学問のこと、まずもともとオランダの学問のことを蘭学っていうふうに言ってたんですよ。オランダの学問で、それを盛んに学んでたんだけれども、後々イギリス、ドイツ、フランスとかそういうところとかもいろんな学問が入ってきて、まあ、要するにね、そこら辺を学ぶようになっていったわけですよ。外国の学問の総称みたいな感じですかね。ヨーロッパ学問って感じです。まあそれで洋楽を学んだ人たちがどういう風に思ったかっていうと、次ですね、これ和音洋裁ですね。これ西洋技術がどうやらすごいと、あっちの学問めちゃくちゃ進んでるやんけってなるわけですよ。西洋の学問学んだら、でもこれなんか信仰っていうか、その精神面、そういう方ではなんか日本の方がよくねみたいな風なことを思うんですね。これ西洋技術は良い、ただ思想は日本の方がいいんじゃないかっつっていうことを言うわけですよ。これで、まあ、とにかくでも、とりあえずもう、とりあえず西洋すげえ、技術はすごいぞということで、ね、どんな風なことを学んでいったのかということを見ていきましょう。じゃあどんな人物がいたのか見ていきましょう。まず最初、新井白石です。これまあ洋楽の開拓者として、まあ、最初の方にいろんなね、ところでバーって勉強してた人なんですけれども、この和音洋裁っていうのをね、こう積極的に主張した人物です。こうどうやら、これ西洋技術は素晴らしいけど、思想はなんか日本の方がいいなみたいな、そういうふうなことを先駆的に出した人物だと思ってください。で、次、青木光陽ですね。青木光陽、こいつはさつまいも栽培を進めた人です。まあ、これ何言ってんだと思うかもしれないですけど、当時こうね、すごい、こう、極貧生活じゃないけど、もう飢餓状態、死にかけみたいな人たちが結構いっぱいいたわけですよ。そういう時に、さつまいもっていうのは別に保存効くし、結構ね、少ない栄養でも育てられるので、さつまいもっていうのはなかなかいいわけですよ。その洋楽からゲットしたこのさつまいも栽培知識というのを使って、こう農民たちに食い物を与えたみたいな、そういう風な認識ですかね。みんなにさつまいも栽培を進めていったというところで、なかなか頑張ったなっていう感じです。次、前野良沢と
杉田玄白です。これは有名です。解体新書ですね。解体新書を書いた人です。解体新書っていうのはもう洋学というかもう昔オランダの方の、医学書ですね。医学書、もう当時向こうでがっつりこう腸がどうなってるとか背骨はこうなってますよねとかちゃんとね人を解剖して書いた、そういうがっつりした医学書、ターヘル・アナトミアっていうやつがあって、それを翻訳したんですね。もうむちゃくちゃ頑張って翻訳しましたよと。後にね、杉田玄白は蘭学こと始めっていう、いや翻訳大変だったよっていう本を書いてるぐらい大変だったみたいです。うん。で、尾形公安ですね。尾形公安は適塾っていうのを開きます。まあ塾ですよ、塾。適塾を開いて、ここでもう福沢諭吉とか育てますから、なかなか頑張ったなっていう感じですね。でもまあ残念ながら教科書にはこれくらいしか出てこないですけど、まあそれでね、まあ、洋学こうなっていって、じゃあ次、鎖国政策批判について見ていきましょう。じゃあ鎖国政策の批判について見ていきましょう。まず当時ですね、まあ、こう高野長英と渡辺崋山っていう、まあ、有名なやつがいたんですけれども、この高野長英はシーボルトっていう外国人に学んだ人で、この二人はね、あの少子会っていう蘭学を研究するグループみたいのを結成するんですよ。まあ、これ名前ダサいですね。クソダサい名前のグループを結成して、その別名が晩社という、それまた別名もクソダサいというね、もうなんかこのクソダサいこのやつらの、まあ、このグループがこう外国船打ち払い令を批判します。これ何かっていうとですね、あのまあ当時こうモリソン号事件っていうのがあったんですよ。もうイギリスの船にこう日本がこう砲撃したっていう、砲撃しようって、外国船もそういうのやってもいいよって、外国船打ち払い令っていうのをやった事件があったんですよ。それを良くないよと、イギリスやばいよっつって、イギリスにそんなことしたらとんでもないことになるぞと、こいつらはあの蘭学研究してるんで西洋がやばいっていうのは十分分かってるわけですよ。だからやめた方がいいよっつってね、要するに鎖国政策を批判したわけですよ。これ批判なわけですね。そんでね、当時の江戸幕府がそんなことを許すわけもないので、結局蛮社の獄っつって、それで処罰されてしまうっていう事件があったわけですよ。まあ、処罰っつっても牢屋にね閉じ込められたりとかなんちゃらとかそんな感じなんですけど、結局ねそのうち自殺しちゃいます。2人とも自殺、かわいそうでね、まあなかなか大変な2人と。でそんな中、開国論っていうのがね巻き起こってきます。やっぱりこれこのままだと日本終わんぞみたいな、そういう風な思想が出てくるわけですよ。やっぱ西洋すげえから、このまま鎖国してたら終わりだぜっつって、それを最初に言い始めたやつというか、まあ先駆的に言い出したのがこいつですね。これ佐久間象山という風に読みます。佐久間象山とも言うらしいんですけれども、彼は真のアヘン戦争敗北に衝撃を受けたと、さっき説明したやつですね。え、あの中国が負けた、やべえっつってなったわけですよ。でそれで東洋道徳、西洋芸術だというふうなことを主張します。まあこう東洋は、まあこれ和魂要塞と一緒です。和魂要塞を端的に表した言葉というかね、和魂要塞心に留めつつ、パッて佐久間象山が発した言葉、それこそ東洋道徳、西洋芸術。東洋は道徳が素晴らしい、西洋は芸術、これ技術のことです。西洋の技術が素晴らしいと。まあだから東洋のその辺の心な、心の中の良さみたいなのを残しつつ、積極的にもう西洋の技術で取り入れてきゃいいんじゃないのって言って、それで開国すればいいじゃんだったらっていうことを言ったわけです。でそれと同じように横井湘南ですね。横井湘南、彼は儒教をベースに西洋文明の明暗を考察します。なるほどっつって、いろいろなんか西洋は結構技術とかすごいみたいだけど、なかなかよろしくないところもあるよじゃのみたいなことを思うわけですね。だから明暗を考察と、あんま良くないところもある。それで、行春行春の道を明らかにし、西洋機械の末を尽くす。まあだからこの行春行春の道、儒教の道というか、そっちの方の理解をちゃんと深めて、でそれで西洋機械の末を尽くす、この西洋の方の技術、そういうものをガンガン取り入れていきゃいいじゃないですかっつって、ベースは儒教に置いてねみたいな、そういう風な感じです。それでもどんどんね、幕府への批判が強まってまいりましたと。もう鎖国政策はよろしくないし、もう開国した方がいいと。でそれで広まったのが尊王攘夷論です。それじゃあね、尊王攘夷論について説明していきたいと思います。まずこの尊王攘夷ってどういう意味かっていうと、尊王っていうのがもうその名の通りね、天皇尊敬みたいな、尊王最高イエーイで、この攘夷っていうのが外国人最低ブーみたいな感じの考え方です。この攘夷はもう外国人排斥、もう出てけウエーみたいな、そんな感じの考え方、それがどのようにね形作られていったのかというところについて見ていきましょう。まず水戸学ですね。この水戸学の後期水戸学とかも言ったりするんですけれども、ここではね、尊王攘夷的な考え方ががっつり説かれているということで、まずこのね、やっていった人たちが藤田祐国とか藤田東湖、あと相沢正司祭とかいうね、なんかすごい強キャラ感のあるやつらばっかりいて、なんかみんなね呪文使えそうな感じですけれども、この彼らがいろいろ考えたんですよ。それは大義名分論と、まず
この天皇への忠誠を儒教思想で体系化、もうとりあえずね儒教思想をベースにして天皇最高だぜっていう話をしたわけですよ。天皇への忠誠を誓おうぜっつってね。で国体論と、世界に類を見ない日本の国体を儒教倫理で維持ということですよ。国体っていうのは、今天皇っていうのがこう神様なわけじゃないですか。天皇っていうのは本当は神様です、荒人神って言って、アマテラスの子孫だからもう神ですっていう、そういう天皇が治めているっていう日本のあり方、そのあり方のことを国体って言います。世界に類を見ないわけですよ。だからもう神が治めていくから直接すごいよねみたいな、そんなこと言ってるわけですね。これを儒教倫理でなんとか維持していきましょうというふうなのがこの国体論です。天皇最高ウェイっていう話をしてるわけですよ、要するに。で外国はまあもうそうでもないと、なぜなら日本がもう神を治めててすごい格が違うからっすよみたいな、そんなことを言ってるわけです。で次吉田松陰ですね。吉田松陰、これ昭和尊塾を開く吉田松陰ね。この人あれですよ、安倍首相が一番尊敬してる人ですよ。なんか尊敬してる人はみたいな欄に載ってました。あの人もね山口出身なんで、もしかしたらこうなんか親近感が湧いたのかもしれないですね。はい、この度は、はい、私、吉田松陰を非常に尊敬してるということで、昭和尊塾を開きたいというふうに思っているのであります、みたいなことをねいずれ言うかもしれないというお話でした。まあ、そんでね、この昭和尊塾っていうこの人の塾からは、もう伊藤博文とか高杉晋作とかいうね後のすごい人たちが出てるわけですよ。この吉田松陰はなかなかねとんでもないエネルギーのあった人物みたいですよ。それで国をとにかく批判しまくっていたというところで、最終的に安政の大獄で殺されます。いやーかわいそうに、結局幕府にぶっ殺されるんですね。なんかぶっ殺される人多いですよね、やっぱり幕末っていうのは恐ろしい時代ですよね。そんな時代に生まれなくてよかったなと思う今日この頃ですけれども、でこれで、まあ、吉田松陰が唱えたのが一君万民論というやつです。まあ、この一君万民論というのはですね、まあ、天皇を中心とする政治をしようねって話ですね。要するに簡単に言うと、今はこうなんか天皇がいて、まあ、それとは別に幕府がいるわけですよ。でその幕府がそれぞれねいろんな藩ごとに治めてるというか、それぞれいろんな藩があってそれぞれが治めてる感じなわけですよ。まあ、水戸藩だったりとか薩摩藩だったりとか長州藩だったりとか、まあそいつらがちょっと分割してやってるみたいな感じなんですね。それを一回破壊してもう天皇とその他みたいな、天皇一天皇それともう万人もう全員みたいな構図にした方がいいんじゃないですかってわけですね。でこの考え方っていうのがまあ完全に尊皇攘夷につながっていくわけですね。でそれで倒幕に向かっていくということで、当時の若者たち倒幕だうおーっていう人たちの精神的支柱になった考え方でもあったわけですよ。まあこんななんやかんやでね倒幕を成功させるわけです。最終的には倒幕を成功させて結局の明治政府っていうものに移っていくと。でこの明治文明開化ですよ、文明開化、これが起きたことによっても本当に西洋の思想をぐわーっともっともっと取り入れてですね、そのどんどん近代化西洋化の流れっていうのが爆速で加速していくわけですよ。その時にですねやっぱり日本人っていうのはもうその西洋の思想を受け入れつつも外国とどう折り合いをつけていくかというところでね、なかなか面白い葛藤を迫られていくわけですよ。それで日本ってものすごいいろんな動揺がある、そのいろんな動揺みたいなのが現れている、そのこの明治時代以降の話っていうのをね次回から見ていきたいと思いますのでお楽しみにしてください。個人的な次回の名義はね福沢諭吉です。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとうございました。幕末ねちょっとわけわかんない人多くて大変だと思うんですけど頑張ってください。では最後にねじゃあ 8.6 秒バズーカーのお願いします。8.6 秒バズーカーです、お願いします、ありがとうございます。